あと3番目と7番目を出してきて、うん、でこれに余った手でテンション調味料とか入れて、やっていくと、クローズドボイシングとオープンボイシングっていうのをやったんですけども、まあそこまで慣れてきたらやるということですね。で感覚がつかめないっていうのは、ゴスペルとかブルースとかね、ジャズとかの感覚、 J-POP ばっかりやっててなかなか雰囲気わからないっていうことなんですけども、これはそれぞれのジャンルの曲を1曲でいいので練習してみるっていうのがおすすめですね。この動画は例えばゴスペルとかジャズとかそういうスタイルをどんどん解説してシェアしていってるんですけども、結局これって薄めた後のカルピスみたいな感じなんですよね。それぞれのジャンルのエッセンスを取り入れるっていう方法をやってるので、そのジャンルの曲自体を練習すると、例えばジャズだったらもう枯葉をジャズとして練習すると。